あの禅城は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の僧侶で、源義朝の七男。源義経の同母兄、源頼朝の異母帝。あの氏の祖。通称第五禅寺、もしくはその、荒くれ者ぶりから悪禅寺とも呼ばれた。七歳の時の平時元年、平治の乱で、父義朝が廃止したため幼くして、第五寺にて出家させられ。 高市長と名乗り、ほどなく、全城と改名する。自称4年、持ち人をの領事が出されたことを知ると密かに寺を抜け出し、修行像に噴して東国に下った。石橋山の戦いでイボ兄の頼朝が敗北した、直後の8月26日、佐々木さだつな兄弟らと行き合い、相模国講座軍渋谷層にかくまわれる。 10月1日、下国佐国詐欺沼の宿所で頼朝と対面を果たした。兄弟の中で最初の合流であり、頼朝は泣いてその志を喜んだ。頼朝の信任を得た禅城は、武蔵国長美事を与えられ、頼朝の妻、北条政子の妹である阿波局と結婚する。阿波局は、研究3年に頼朝の次男千旗の乳母となった。 要は元年以降、禅城は、あずまかがみ文治元年12月7日城と、研究3年8月9日城に所見するが、藤原公差や阿波局の関連で言及されているだけで、頼朝期には、本人は一切登場しない。駿河国阿僧を領有し、鎌倉幕府の有力御家人として、将軍期に仕えた。正治元年に、頼朝が死去し、追いの頼家が、 将軍職を継ぐと、全城は佐根を要する、衆都の北条時政及び義兄帝の義時と結び、頼家一派と対立するようになる。兼任三年五月十九日のこの時、先手を打った頼家は、武田信光を派遣し、全城を、無本人として捕縛し御所に押し込めた。全城は五月二十五日に、日立国に入るされ、六月二十三日、 より家の命を受けた発達化によって中殺された。去年51、7月16日には三男のハリマ・よりヨアキラが、京都の東山園年寺で、源の中将によって殺害された。全城の墓は、静岡県沼津市の大泉寺に、着難地元の者と並んで現存し、市の史跡に指定されている。 武家としてのあの氏は時元の系統に受け継がれた。その子孫は南北長期までは確実に存在したことが記録に残っているが、同じ川内源氏の系統につながる足利氏などと比べて守護にも任命されることがない小勢力でしかなかった。その一方、禅城の娘は藤原公佐と結婚しており、その小実直は 母方の前城の仮名を少し区げ、あの家の祖となっている。五代醐天皇の寵愛を受け、五村上天皇を生んだ、あの蓮子はその末裔である。また、幕末に活躍した玉松三章も、このあの家の抜流に連なる。ありがとうございます。